動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受け応人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の過去のお届けをしてまいります。今回はスタディツアー編ということでございます。毎回私はですね、スタディツアーと称して、まあ、北海道内であるとか、まあ、いろんなところを行ってですね、まあ、実際に私が行って、体験するからこその気づきとか発見をお話ししていこうという、そういった内容でございます。まあ、一部の方からですね、まあ、北海道のいろんな場所が分かってよかったみたいなお話をいただいておりまして、大変にありがたいんですが、今回私が行ってきたのは、砲兵峡ダムというところまでですね、これは定山渓という場所があります。まあ、北海道のですね、札幌、まあ、札幌というのは結構意外と広い場所なんですけれども、札幌市の面積の半分近くを南区という場所が占めています。でその南区の中でもですね、大体真駒内駅であるとか南区役所を中心とした、地下鉄のエリアですね、そのあたりが中心街なんですけれども、もう一つの核みたいになっているのが定山渓エリアというところですね。まあ、当然それに行くまでに石山であるとか、また富士野とかいったそういう風なエリアがあるんですけれども、まあ、ちょっと中心街的になっていて、南区のですね、出張所みたいなのがあるのがその定山渓の地域でございます。その定山渓のところからですね、さらに奥に行ったところにあるのが砲兵峡ダムというところですね。で砲兵峡ダムというのはですね、実は札幌の水がめみたいな場所でございます。まあ、何かと言いますと、札幌で供給されている上水道の98% はその砲兵峡ダムから来ているというところですね。まあ、以前はですね、川の名前は豊平川で、その豊平川のまあ源流に当たるところをせき止めて作ったのが砲兵峡ダムというところですね。でここはですね、非常に大きなところ、なおかつ風光明媚なところですね。でしかもこれですね、まあ、山の中心街にあるというところで、本当に秋になるとですね、紅葉を見れて非常に楽しいと。まあ、ただですね、これ冬場とかは完全に入れないので、まあ、期間限定なところ。まあ、なのでですね、本当に行こうと思った時に行かないと結構すぐですね、まあ、紅葉の時期終わっちゃったり、あるいはそもそも今年もう行けませんみたいなことになると。で、実はこれ行きにくいのは原因がありまして、まあ、これ山の中腹ぐらいのところまではですね、駐車場があって、そこまで車で来ることができますし、定山渓の街中みたいなところからですね、無料の送迎バスが出ていたりしますと。で、そこからですね、今度は電気自動車のバスに乗り換えて、今度はこの砲兵峡ダムのところまで行くというところになっています。そういったところでですね、ちょっと乗り換えが生じるというところで、まあ、なかなか難しいところもあるかもしれませんが、この電気自動車で通るところはなかなかいいんですよね。まあ、何かというと、まあ、トンネルも通るほか、まあ、非常にですね、山あいの自然豊かな場所を通ることができると。まあ、だからこれ普通の車が通れないからこそですね、自然環境を保護しているというふうなところもあったりします。で、この砲兵峡ダム、この後ですね、実際に私が現地で撮った写真も、動画もお流しできればと思うんですけれども、放水をしていると、特に観光用で水をちょっとずつ出しているところ、すごい迫力があるんですよね。で、ここはですね、林野庁が定めている水源の森100選であるとか、またですね、ダム水源地環境整備センターの認定するダム湖100選にも選ばれているというところ。まあ、これ実際行くとですね、ダムカードというものをもらえたりすると。まあ、これダムマニアの間、まあ、ダムマニアというのは結構ですね、テレビ番組中心に今ちょっと広がっているところなんですけれども、まあ、全国でダムが好きな人、まあ、ダムの壮観な様子を見たいとか、そういった人たちがダムカードを集めているというところがあります。まあ、それももらえると。まあ、残念ながらちょっと私が行った時はコロナの関係でですね、そういう配布が終了しているというところで、非常に残念だったんですけれども、まあ、そういったところがあると。で、ダムカレーってものもあるんですよね。これも私が行った時はコロナの関係というか、まだ営業してないというところでですね、そういうものなかったんですけども、カレーでダムをイメージして、例えばご飯を堤防にして、そしてカレーのルーがですね、その水源みたいな水ですよね、ダムの。で、ご飯を食べていくと、そこからダム決壊みたいなダム決壊遊びができるという、まあ、よく考えてみたら結構物騒な食べ物ですよね。はい。ダム決壊したみたいな喜ぶことではないということなんで。ともあれですね、まあ、こういったですね、楽しい場所。で、これ札幌の中心街からもですね、定山渓自体は1時間ちょっとで車で行くことができますし、またそこからもですね、定山渓のところからも、まあ、このバスに乗り換える形、またこの電気自動車のバスに乗り換える形になると、結構またそれも行きやすくなるので、紅葉の時期であるとか、またですね、自然豊かな体験ができるというところ、まあ、非常にいいのではないでしょうか。まあ、これ余談なんですけれども、私、西村京太郎さんの作品で北海道が出てくるもの、結構以前ですね、ハマってめっちゃ読んでた時期があったんですよね。で、その時に、札幌駅殺人事件というですね、そういった本があるんですけども、そこだとですね、まあ、犯人がこの、砲兵峡ダムですか、そこでですね、殺人事件を起こして、その砲兵峡のダムからですね、死体が発見されるという、そういう場所がありまして、まあ、全然ですね、なんか、架空の話なんですけど、あ、ここは事件あった場所なんだな、的なイメージで私言っちゃって、まあ、非常にですね、なんか風光明媚なところなんだけれども、なんかちょっと変な感じで言ってしまって、大変興味深かったなっていうところがありました。とまれですね、この、西村京太郎サスペンスに出てくる、砲兵峡ダムですよね。定山渓温泉のですね、市街地からも近いので定山渓温泉行くついでに行くことができたり、またですね、中山峠を越えてですね、まあ、これ、
札幌からですね、洞爺湖の方面に行く途中とかにあるのが中山峠ってとこなんですけど、その中山峠行く途中にもある、ちょっと厳密に言うと分かれていく感じなんですけれども、そこでもありますし、またですね、豊平峡温泉という定山渓温泉からちょっと離れたところにあって、山奥にあって、なおかつですね、すごくですね、まあ、人里離れた感がある、ちょっとですね、非常に秘境感のあるような車で行きやすい、温泉街があるんですけども、まあ、そこからも非常に近いので、まあ、定山渓観光のついでで寄ってみていただく、あるいはここを目的に行っていただいてもいいかなというふうに思うんですよね。私もこれ行った時はですね、そのためだけに行ってきたっていうところがありました。まあ、厳密に言うとですね、あの展望台とかそこを見たらですね、急に雨降ってきて、あ、結局温泉回るとかそういうのできないなみたいな感じで帰ってきちゃったところがあったんですけども、でもこれを目的にしても大変面白いですよね。はい、今豊平峡ダムに来ております。豊平峡ダムですね、豊平川の水をせき止めて、それでですね、上水道であるとか、また、水道の発電を行う、水力発電を行うための場所として行っています。ご覧のように結構ちょっと今水位下がっているんですけれども、こうやってダムの湖となっているところですね。この豊平峡ダムですね、高さ100メーターほどの高さ、そして、横幅がですね、このアーチの部分は約300メーターあるという巨大なダムでございます。こういったところ今観光用に放水されていますけれども、このですね、期間限定でですね、豊平峡ダムまでの観光、できたりもします。例えば豊平峡ダムのところまではですね、シャトルバスを使ってですね、麓のところそこまで来て、そこから、電気自動車でしか来れないという場所ですね。なんで電気自動車かと言いますと、環境汚染を防ぐ、 CO2 の排出を抑えることによって環境負荷を抑えているという意味があるというところです。自然環境を保護しながらこういった場所を維持しているというところですね。今ちょっと水位下がっていますけれども、まあ、ここでですね、なんと札幌の上水道 98% 排水を賄っているというところで、大変札幌市民にとって意義深いところとなっていますね。いかがでしたでしょうか。豊平峡ダム、まあ、これですね、非常に風光明媚な場所でございますので、ぜひ皆様ですね、寄ってみていただきますと楽しいのではないでしょうか。こういった形の情報発信定期的にやっております。もっと見たいという方はいいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄から LINE 登録、メルマガ登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。